基本的に日本中から言われた側なんで、もう力でねじ伏せるっていう、はい、持ってる人の方がやっぱ弱いんで。こんな馬鹿げた本を日本から持ってきて、このペルーに来て本当変われました。で、いろいろやっぱやっていくと、はい、僕は本当に最近いろんなことあったんですけど、はい、誹謗中傷とか付きまといみたいな、要はずっと必要に何か言ってくる人とかいません？いないですか？昔いたんですけど、はいはい、それどう対応してます？いや、僕はひどくて、はい、もしかしたらご存知ないかもしれませんが、僕基本的に日本中から言われた側なんで、メディア上げてやられた側なんで、はい、そんなこと、そうなんですか？そうです、そうです、そうです。もうその時は、あんま気にしてなかったですね。メディア、どんな風になったんですか、それ？もうテレビで、はい、今やられたりしますか？そのなんか YouTube でなんかアンチ活動みたいな。いや、なんかもうずっと、はい、なんか言ってる人とかは言ったりしましたね、いや、はい、僕もテレビです、27時間テレビとか、自分が出てないフジテレビのそういう特番とかでありますよ、はい、ずっと言われるんですか？はいはいはい。でそれをテレビでやられるんで、うわ、だからその辺歩いてもそのテレビみんな見てるじゃないですか、はい、だからどのお店入ってもわーって言われるはありました、ありました。落ち込まないですか？でも本当にバカにしてました、その人たちのこと。いや、でも真実じゃないことも言ってくるじゃないですか。いや、だらけだらけです。ですよね。自分がやったことだったらいいんですけど、やってもいないことを真実っぽく言ってくるのが結構嫌で。そうですよね。自分も嫌だったのは、正直自分が言われるのは全然何の問題もなくて、ただ自分の周りのスタッフとか、まで危害が及ぶんで、それは嫌でしたね。あ、なるほど、ね、でも僕の場合はもう相手がタレントとかだったりするんで、はいはい、もうこれはどんだけ話し合いしても無駄で、もう力でねじ伏せるっていう、はい、でも圧倒的なことをやってしまっても黙らせるが、もう一番の解決方法だなと。で、同じリングに上がれるんで、でそれでもう力でねじ伏せるっていうことをすればいいかって思えたんで。なるほど。でもリングに上がれなかったら辛いですよね。その本当に例えばボクサーの方でも同じリングでこうやり合えたらいいですけど、美咲さんも同じリングでそのアンチ活動されてる方とやり合えたらいいですけど、そうじゃないですもんね。まあそうですね。なかなかね、難しいですよね。めんどくさいですね。めんどくさいですよ、もう。ずっと訴えたらいいんじゃないですか。まあ、それもめんどくさいじゃないですか。だから僕はもう本当、海外に行きたいんですよ。まあ、純粋に。はい、最近。海外いいっすよ。海外いいっすよ。海外最高っすよ。海外よく僕、お仕事でなんかちょこちょこ行かせていただくんですけど、最近なるほどなと思ったんですけど、はい、当然その向こうで知り合った人も自分の何かしらのフォロワーさんにはいるわけじゃないですか、インスタのフォロワーさんにはブロードウェイのキャストさんがいたりするから、はいはい、そうすると時々やっぱ英語で発信するんですね、はいはいはい、そうするとアンチ一人も発生しないっていう。いいな。アンチは英語が読めないっていうのは分かったんで。なるほど、はい、教養がないから。教養がないから。だからそこいいっすよ、まあ、でもそんくらいやっぱ強く生きないとっすね。そうですね。だ、自分の弱点は事実じゃないこと言われると、はい、どうしてもなんか違うって言いたくなっちゃうから正義感があるからやっぱり。でも言いたくなりますもんね、言いたくなるっちゃ言いたくなる。気にしない方がいいっすね。まあね、向こうにポイント入っちゃいますもんね。そうなんですよ。だからもうリアルに僕もなんかこう気性が荒かったんで、はい、全然知名度とかがない時は、はい、言い返したりバンバンやってたんですよ、はいはい、でも最近おかげさまでいろんな人に知ってもらうようになってから、はい、自分が言うとそっちにも票がいくっていうか、そうですね、アクセスが流れるじゃないですか。そうですね。しかも基本的にやっぱそういう喧嘩って持ってる人の方がやっぱ弱いんで、やっぱそうですよね。やっぱもう間違いないです。それはもう数字がある方が弱いですよね。数字がある方が弱いですよ、間違いない。それに気づかなくてずっと今回いろんなことがあって分かったんですけど、はいはい、数字ある方弱いです。絶対そうですね、はい、守るものが多い人ほど弱いですよね。だからダメなんでしょうね、向き合っちゃうと、もう全く相手にせずに、もう海外の中やりましょう。海外の、ね、海外でやりましょう。海外で、はい、海外攻めましょうよ。そうですね。おもろいっすよ。いやー、本当、まあそれでね、誰かをやっぱ誹謗中傷じゃないですけど、誰かについて言及して収益を得る人ってやっぱいっぱいいるわけじゃないですか。だから、はいはい、そういう的にされるんだなっていうふうに思ったら、やっぱり前みたいに会社やってた方が良かったなって思う時があって、で西野さんもねすごいテレビ出られてて、でもなんかこう今いろんな自分のやりたいことやってるっていうのは、そういうのがあるのかなと思ったんで、ちょっと
聞いてみなかったんですよね。確かになんかあれっすよね。ほんで特にみんな今そのコロナとかで、はい、いろんなものがうまくあの立ち行かなくなっちゃってストレス溜まってるから、うん、ああいうやっぱネガティブ系というか、うん、で誰かをこうやり込める系はやっぱみんな熱狂しますよね、うん、そうなんですよね。つまんねえっすねそれね、うん、いやつまんねえなと思いますね、はい、潰しましょう。焼いてすんなって言ったばっかりだね。そうですね、はい、まあいろいろあるってことですよ、はい、じゃあちょっと一緒になんか楽しいことやりたい。やります。僕やりたいです、これを機に。えちなみに、はい、その世界一周以外に何かあるんですか今。なんすっごいむっちゃバカな夢でもいいんですけど、はい、なんかあるんですか。めっちゃバカな夢、はい、まあ、これ僕いつも最近動画で言ってるんですけど、はい、ペルーに行って、はい、あの神秘的な経験をして、はい、それがすごい良かったんですよ、はいはい、もやっぱもう一回それに行く。いや行けますね。ペルー行きゃいいんですよ。でも僕やっぱあそこにもう一回行きたいですね。じゃペルー行けペルーはスケジュール切ったら行けるんですよ、まあ、でも行けるんですけど、はい、YouTube とかなんかいろいろ言われるんでスケジュールが取れないんですよ。やっときますよ僕は。それじゃあペルー行かれる間僕がその本当に青汁王子として頑張って立ち入ります。ペルー行ってくださいよ。どうですか。いやそれ行きたいんで。ペルーは行けますよ。行けますかね。そんなその夢じゃないですよペルーは。いやでも、まあ、そこでちょっといろんなものをまた見ていきたいなと思いますね、はい、絶対行ってください。それはもう、はい、僕なんかもっとなんかすごい途方もないことがあってそれは僕手伝いますって終わり方かなと思ったらペルー行きます、ね、ペルーは行けます。それは、ね、絶対行きます、はい、確実に頑張ります。応援してます。ありがとうございます。ありがとうございました。まあこの1週間、まあ、1週間前これですね、こんなバカげた本を日本から持ってきてこの先どうなるかなと本当思ってました、はい、なんかかっこ悪いなこれ今見たら。何考えてんだろうな。でもそれぐらい本当に追い詰められてました。マジで追い詰められてたし良くないことばっか本当考えてました。でも1週間で僕は変わりました。このペルーに来て本当変わりました。だからもうこれいらないですね。もう今の僕には必要ないです。はい、良かったです。この全てのことに意味があって巡り会えてこの地に来れて良かったなと思います。あーなんか全てから解放された気がしますね。こんなに人生楽しいと思ったことないかもしれない。でも本当心から幸せを感じてます。マジで良かったな。日本人誰もいないし言葉も通じなかったけどやっぱ世界は繋がってるなって感じましたし、やっぱ人って悪くないね。うん、もう最後なんでね、あとはマチュピチュの景色を見ていろんなものを胸に刻んで旅立ちたいなと思います。日本帰ってもたくさんね、いろんなことあると思います。いろんなことと戦っていろんなことに挑戦していろんな人の人生を変えるそんなね存在になりたいなと思って僕は本当に努力しようと思ってます。日本帰っても皆さんどうか応援のほどよろしくお願いします。もう最後に、ここで羽伸ばして帰りたいと思いますんで、それでは楽しんでいきます。じゃあね。